アンドロメダ座乳星はアンドロメダ座の連星である。死等級は4.5で肉眼でも見ることができる。地球からの距離は約471光年である。アンドロメダ座乳星は右上の明るい光星。中央はアンドロメダ銀河。アンドロメダ座乳星はアンドロメダ銀河の約一度東に位置しており、アンドロメダ銀河を探す上で格好の目印となる。アンドロメダ入星は 文行連星でリック天問題のリースが視線速度の変化を発見し、アレゲニー天問題の上段によって最初に軌道要素が求められた。主星と晩星はほぼ円形の軌道を4.2827日周期で公転している。主星はスペクトル型が B5V の B 型主系列星で、晩星はスペクトル型が F8V の F 型主系列星と見られる。 成形の年齢は、およそ6300万年と推定される。MK スペクトル分類では、b 5ボルト型の標準性として扱われていた。アンドロメダ座乳星は、空間速度の大きい逃走防止であり、運動を逆にたどると、トカゲ座 OB1 アソシエーションと交差することから、同アソシエーションから力学的に弾き出された、可能性がある。中国では、アンドロメダ座乳星は、 軽軸という星間を、アンドロメダザイイータ星、ウオザ65番星、アンドロメダザゼータ星、アンドロメダザイプシロン星、アンドロメダザデルタ星、アンドロメダザパイ星、アンドロメダザミュウ星、アンドロメダザベータ星、ウオザシグマ星、ウオザタウ星、ウオザ91番星、ウオザウプシロン星、ウオザファイ星、ウオザカイ星、ウオザプサイイ星と共に形成する。アンドロメダュ星自身は、 軽軸7つまり、軽軸の7番星と呼ばれる、ありがとうございます。